何が真実で何が嘘か、
景色にはあとどれくらい涙が必要だ。その枯れた心を潤すのなら少し抱いてやるのも悪くはねえ。何万回砕けたらで光になって生まれ変わってあの空の向こうを目指してんだ。君と見て歩けないなら僕が君の手を引くから、さあ行こう。君のそばにいるから、さあ行こう。この先の未来へ、サブ東京マンスということでお世話になりました。どうもありがとうございます。本当にありがとうございました。めちゃめちゃお世話になりました。3月も終わりということで僕の独断でみんなに発表しちゃいます。オフィシャルで出てないこと発表しちゃいます。我々の楽曲リメイクですね、レコーディングします。ありがとう。でもう行っちゃったレコーディングします。あとでおうちで公式から出してくださいもう一個言ってもいいのかな。そのリメイクですね。いつ今からレコーディングするって決めたんで、いつ出るかわかんないんですけど、多分会場限定かなんかで一人ずつのリメイクが何かしらの形で聞けるようになります。多分 CD なのか、多分配信ではみんなの声のやつになるんだけど、ソロですか。どっかでソロのリメイク、一曲ソロを奏でバージョン、レオバージョン、シーニバージョン、ミキバージョンみたいなやつが聞けるようにしようかなって思ってます。もし実現不可だった場合、あそこにいるおじさんを全部みんな叩いてください。よろしくお願いします。攻めてください。はい、というわけで4月も楽しみにしておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。 Welcome to New World We are Netflix。 ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。楽しみにしててね。下手でも出します。
なハニートラップ、わがままにパーティーアップ、危険なほどチャンニーラップ、惹かれ合うほど君の虜だよ。徐々に僕を狂わすリスキーな笑みで、世界輝くほどのライカ自由の女神。 Can't stop my heart beat、 本能むき出しで来いな、フロアは最高と月は暴り上がりな、危険な香り、冷静な振りしてポリンラブ、もたしゃぎ騒ぎな、体揺らして、今夜だけでも Come to be right now。 苦しいほど見せずにじらし合えば、抗えずにパリオンナイトだけ I give you love、 目に映るたび君の虜だよ。徐々に僕を狂わすリスキーな笑みで、世界輝くほどのライカ自由の女神。 Can't stop my heart beat、 本当向き出してこいな、駆け引きなんていらない、なびく髪、止めどなくなること飛び込むほどにドブ、隠しきれた愛で Me how you feel、 天井突き抜けた皆さんこんにちは、 We are エスプラージュ、よろしくお願いします。はい、本日は中野坂上、CB 東京をご来場いただき誠にありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあジュリちゃんの方から自己紹介していきたいと思います。はい、エスプラージュ白担当ジュリです。はい、黄色担当ゆうきです。ピンク担当ボズです。はい、赤担当リツです。はい、紫担当ソウです。はい、お前、何もないまーす。はい、はい、はい、あの6人、6人、あの、チームです。はい、あ、ブルーの山本です。どうも、友達で、何チームだよね、チーム。これから半月、スキーや食べる方です。はい、まあね、あの、TikTok 配信をご覧になっている皆さんは、はい、ご存知の方も多いと思いますけどもね、はいはい、先般僕なんですけど、はい、はい、ちょっとスキーやのキング牛丼競ってまして、チーム戦で、はい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 、見事ね、チームヤマト、まあ、僕が所属するチームヤマトボロ負けしちゃいまして、まあそうですね、あれよね、そうですよね、彼が全責任を負うっていう。おー、誰だっけ、こいつが懸念点なんだよなみたいなこと言ってたの誰だっけなあ、前だよ。まあだから青色の岩田ヤマトっていうやつなんですけども、これから、4月15日僕ら、はい、セカンドワンマンライブノーリミットというのが、はい、初代ドアーズであるんですけれども、はいはい、その日まで、はいはい、毎日スキアを食べて毎日一食、はい、1日も欠かさず、ね、はい、素晴らしい、はい、あれ、言っていいんですかこれ。何、なんか写真ではなく
食レポ動画が食レポ動画はい、上がりますので皆様お楽しみに待っていてください。ちなみに俺罰ゲーム脅威すぎね。他にもまだ罰ゲームがあって、多分デスペ史上の全罰ゲーム追ってるよね。まだもう、まあ頑張ってもらって。何が？でまあ僕らですね、無視かい、デスペラージュ、お前やばいね。4月15日にセカンドワンマンライブあるんですけれども、それに伴って本日ですね、12時を回ったタイミングで新ビジュアル、あら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 出ますということで、ぜひね見ていただきたいね。ぜひ皆さん公式 X の方を確認していただいて、フォローもねしていただいて、よろしく、はい、チェックしていただければと思います。多分もう今日からスキヤが始まってますんで、本当にそのタイミングぐらいで彼の方からもスキヤレビューが、はい、スキヤレビュー、スキヤレビュー知らねえからな、プロフィールが牛丼になってもマジでいいんだな。ツイッターの名前変えるっしょ、さすがに。そうだよね、キング牛丼にするっしょ。キング牛丼ヤマトにする。いや、4月1日でチー牛2期になった。お前やばい、やばい、ほんとにお前やばい。チー牛2期ね。じゃあ行きますか。行こうか。どこに行くね、お前。牛丼やるか。牛丼2期、牛丼2期。お前しかもこっちね。はい、お前ほんと早くしろ。僕の今の思いを込めて全力でパフォーマンスします、ライフレス。あ、すみません、ごめんなさい。すみません。なんかもう、何もう振りが。あれ、ごめんなさい。そっからっすか？そっから行きましょう。そっからっすか？生ぬるいから。そっから行きましょう。ショートカットでお送りしますね、今日。今日一番ないかも。じゃあ、もう一回お願いしていいですか？もう一度だけ。はい。いけんのか。頑張ります。一旦ライフレス。言っていただいて。あ、おい、もうな何今日。やばい、今日何、すごいね。お前のせいでイベント時間押しちゃう。やばいって。何だよこれ。何、オッケーらしいです。オッケー、大丈夫らしいです。あ、おっ、来ました。急やな。いやいや、中野坂上、もっともっとぶち上げていこうぜ。イエーイ、楽しんでいこうぜ。まずは挨拶代わりのパスワン。この声が聞こえるやつはすかさず手を挙げない。端で怯える長ちゃん、裏でポートしてるポーザーたちも沸かせる弾丸。このフローに乗れないルロニーには分からない世界、無防備に口開けたやつに食らわせる。踊れねえやつに火をつけてどかせんぼう。ロコロス案件がみたいに乱射する決定だ。ついてこれね、やつに興味をね、導く個人ゲストの上で見据えてつかめ次のステージ。エリバロマクマーケン、俺らアンチ誰にも止められずに煙に巻く現世。うどうどこどこ並べる暇があるなら取る天平、底辺から成り上がる這い上がるために取るこのリアス。マイウェイ立ち止まった時にふと振り返る、そんな日々にだって立ち向かってゆくたび強くなる。一度生きるためにずっとここにいると決めた。何度だって何度だってあがく。 Cause we are lifeless。生ぬるい奴らばかりはびこるフェイクショー。なんじゃ止めないでしょ、俺たちが最強。悪いね、大層な願望を並べる大嘘つきどもに用意された席はねえんだ。記憶さんでみたいな前は出し抜くために組み込まれた算段。そんなもん通じねえっていつになったら分かんの。もう逃げ場はどこにもねえぞ。もがくマイウェイ立ち止まった時にふと裏に浮かぶ後悔にだって立ち向かってゆくたび良くなれるから。たった一度生きるためにずっとここにいると決めた。何度だって何度だって早く。 Because we are lifeless。
何をして死にゆくなんて今の僕には分からないけど、ただ一つだけ誰でもない自分自身が笑うために生きてるんだ。それだけは譲れないから、何度だって熊ゆえ立ち止まった時にふと繰り返る、そんな君にだって立ち向かってゆくたび強くなれるから、たった一度生きるためにずっとここにいると決めた。何度だって何度だって赤く Cause me your life nowさてさて、それでは本日デスペラージュ最後の曲です。皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。聴いてください、ノイジーマイノリティ。せーこらせー、ウリアファイ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 、バーよっしゃいくぞ。もっと ありがとう。染めの言葉から回って、偽りの愛で絡み合って、今日は何が食べたいかなってよくわからない。あなたと僕とはよく似ていて、普通がどうとかわからなくて、とりあえずどうか僕を満たして、夜に溶けていく。枯れた日々はどうだ、腐ったもんはどうだ、何が本当かわからなくて、繰り返して教えてくれ。憧れ抱いた未来の幻想、神様だけが知っている、変わらないエタニティ。おー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 、くだらない僕らの叫びなんて聞こえなくてもいいさ、食らいつくマイノリティ。この街も変わってきて、景色の変化さえ気づけなくて、あの頃の僕らはもういなくて、何も見えない。不安や憂鬱に苛まれて、昨日のおかずすら忘れちゃって、それでも僕らはかきむしって声を上げている。晴れた目はどうだ、態度はどうだ、ここからは僕らの物語。立ち上がれ今ら誓いを炎症、神様すら嘆いている、こぼれ落ちるデザイア。おー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 、果てしない僕らの旅路なんて簡単に引けやしないさ、帰る場所などないや。おー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 、キラリキラリ光る道の先には何が待つのかな。Everybody say crack crack。 晴れた日々はどうだ、crack crack。 腐ったもんはどうだ、crack crack。 何が本当かわからなくて、繰り返して教えてくれ。憧れ抱いた未来の幻想、神様だけが知っている、変わらないエタニティ。くだらない僕らの叫びなんて聞こえなくてもいいさ、食らいつくマイノリティ。上げてけラストマイノリティ。憧れ抱いた未来の幻想、神様だけが知っている、変わらないエタニティ。おー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 、くだらない僕らの叫びなんて聞こえなくてもいいさ、食らいつくマイノリティ。おー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 、青く揺れて燃え盛る炎を消さず
牛丼食べさせちゃうよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。山田君大丈夫ですか？何が？いや、なんか何、まあ、今日牛丼も負けて、ああ、さっきもセブンでジュリーにじゃんけん負けて、そうなんですよ、僕の腹いせにジャン負けおごりねって言ってきたんですけど、返り討ちにしておごらせました。で、今のライブでネックレスが壊れてます。ありがとうございます。ネックレス壊れてんじゃないな。うるせえな。はい、ということで、はい、デスペラージュ、これでライブの終了は終了なんですけれども、はいはい、最後に軽くお知らせの方だけ、坊主お願いします。はい、ね、4月の、もう3月終わったんで、4月の次4日デスペラージュの定期公演 D チューンっていう名前で単独公演やってます。もしよかったらお箸を、お箸じゃねえ、足をお運びください。よろしくお願いします。お願いします。そしてヤマト君。はい、僕たちデスペラージュですね、4月15日にセカンドワンマンライブノーリミットがございますので、その日が僕の牛丼生活最後なので、絶対絶対に、足を運んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンマンライブ当日はブクブクに太ってると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最後ジュリちゃんお願いします。はい、この後ですね、旬の物販ございます。初回の方写メチキ無料で撮れますので、遊びに来てください。お願いします。お願いします。それでは本日もありがとうございました。 We are デスペラージュ。ありがとうございました。それだ、ありがとう、ありがとう、今日は明日出るからね。